スポナビゴルフ、視聴者さんからのクラブセッティングの悩みにお答えしますの回です。よろしくお願いします。お願いします。はい、YouTube のね、はい、コミュニティっていうタブがあるんですけど、はい、まあ、そこから、リンクを飛んで、でそこからこうクラブのセッティングのお悩みを書き込めるようになってるんですけど、はい、そこにものすごいたくさんの問い合わせというか、はい、回答を求める視聴者さんがいらっしゃって、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でものすごいたくさん来てるんですけど、ここで紹介できるのはほんの少しわずかというスタッフが質問をこう選んでですね、厳選してここでお答える形なんですけど、まあ、定期的にね、どん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 こうお答えできたら、はい、よろしいんじゃないでしょうか。はい、俺の答えてくれないっていうのを思ってる方がいっぱいいらっしゃると思うんですけど、本当にちょびっとしか答えられてないんです。いつか答えがあるかもしれない。いつか抽選があるかもしれない。まさかこんなに来るとはっていうことらしいので、はいはい、分かりました。はいはい、で今日その選ばれた質問というのは、今のお悩み不満な点はですね、はい、年齢若いです、26歳、はい、平均スコア102で、悩みがですね、半年前に父から道具を借りてゴルフを始めました。うん、100切りをきっかけにアイアンを買い替えて、うん、徐々に UT の買い替えやフェアウェイウッドの購入も考えています。うん、今までは父の使っていた比較的軽くて柔らかいクラブを使っていたので、どんなスペックのヘッドやシャフトを選べばよいか悩んでいます。うん、90切り80切りを目指したいと考えているので、上達しながら使いこなせていけるものを選びたいなと思っています。うんうん、アドバイスよろしくお願いします。はい、練習はね結構されてますよ。週4回練習してます。素晴らしい。なかなかの頻度ですね。ラウンドは月1、2回、うん、いいと思います。うん、素晴らしいですね。ヘッドスピード45、うん、速い。持ち球フェードボール、はい、得意なのがショートアイアンとウェッジ、うん、苦手なのは長い番手ですね、ドライバー、フェアウェイとユーティリティ、うん、はい、これどうかな。買ったアイアンが、G425 の、モーダス3の120の S の入ったモデルですね。で、現状まだお父様の、お借りしているものとしては、プロギアの RSE の純正品のドライバーと、うん、ゼクシオ11のユーティリティ、うん、フェアウェイとは今入れてない状態なんですね。うん、苦手なクラブですか、多分外されてるんじゃないですか。なるほどなるほど。まあそうですね、まず、まあ、しっかりアイアンはそれなりにパワーのある人が使える、まあ、ちょっと重めのスチールが入ったモデルを買われたので、うん、まあ、やっぱりこれを基準に、フェアウェイウッドユーティリティのドライバーは、選んでいけばいいなと思うんですけれども、うん、やっぱりいきなりこうアスリートモデルというよりはそれなりにこう使えて、うん、なおかつその使い続けられるものっていう、なかなかこうハードルが高いというか、結構絞られてくる感じはしますね。数が少ないのは少ないとは思いますね。そうですね、現状で一番なんかこう問題ありそうなのが、なんかドライバーと今持っているユーティリティがすごい軽いんだろうな、うん、まあ、アイアンとどうしても比べた時には軽いですよね。だからアイアンと揃える形でまずユーティとドライバーを購入してほしいという感じです、ね、うん、そうですね、はい、でこの時やっぱりその難しいから苦手だからって言って、そのまあ優しいモデルをこう中心に選んでいくと、やっぱりどうしても軽いものに行き着きやすいので、うん、そこはやっぱりちょっと注意したいですね。まあ、ヘッドスピード45あって、うん、まあ、パワーもありますし若いので、まあ、やっぱりそのドライバーのまあ、45.5 インチぐらいの長さだったら、やっぱりこう総重量で300から310ぐらいの間のものでないと、多分ちょっとこう軽い方向に行ってしまうかなっていう気はします。うん、300切っちゃうと多分ちょっとこうアイアンと釣り合わなくなっちゃうかもしれないですね。うん、アイアンこう G425 に買い替えてるんですよね、元々ゼクシオだったところから。はい、
だまあもしピンの G425 がいいなと思ったんであれば、まあ、ユーティリティそのまま G425 とかにするのは、はい、まあ、ちょっと安直なんですけど、まあでもバランスとしては、はい、はい、でドライバーも G425 の、まあ、マックスでいいと思うんですよ、ね、はい、純正のアルタ JCB ってそこまで軽くない車なんで、そうですね、290g 後半ぐらいですかね、はい、まあ、ちょうどいい感じだと思いますね。変にあのピンツアーっていう6号とかはいのシャフトだと結構固めだし、そうですね、あのお兄さんパワーあるからこれでいいよとかって勧められそうなんだけど、僕はアルタ JCB ぐらいでしなり感じながら振ってた方が上達にはいいんじゃないかなという気はします。でヘッドどうですかね、石井さん、G425 MAX がいいかな、SFT がいいかな、この方のショートアイアンウェッジ得意で高いフェードボールでっていう時点で、うん、まあ、フェースが開くタイプなんだろうなっていう気がどうしてもするんですよ ね、だから今すぐ結果出したいってことだったら SF テックっていうのも一つ選択肢としてはあると思うんですけど、うん、まあ、この方のこの、ね、お悩みっていうか読んだ中で、まあ、そのクラブを使いあのながらあの、うん、長く使いたいんだろうなっていう、こう、はいはい、感じはするんですよね。だからそう、ね、考えるんだったらマックスでウェイトずらせるようにしておいて、その都度調節していく方が、そうですね、あの、まあ、1回買ったクラブを長く大事に使えるっていう気はするんですけど、うんうん、素朴な質問なんですけど、うん、まあ、ゴルフ歴半年じゃないですか、はい、で年齢も若いですけど、これ100ってこれ100切ってるんですかね、多分100切りをきっかけにアイアンを買ったってことは1回切ってるってことですね。そうか、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 もう半年で100切れるのは素晴らしいと思うんですけど、あのこの先もあのちょっと長く上達しながら使いたいっていう、うん、長くてどのぐらいの長さのことをおっしゃってるんだろうなと思って、これ年齢的に26歳の方で、これね、分かんないですよ、とっても大金持ちな26歳かもしれないし、いやいや、新卒でね、会社入られて、はい、何年目かでっていう方かもしれない、分からないですけど、はい、まあ、一般的に僕なんかレッスンしてる方々の、まあ、長く使いたいはやっぱり3年、5年ぐらいは最低でも見てると思うんですよ。そのぐらいで、さすがに10年とは多分言わないと思うんですけど、はい、あの1年で買い替えるってことはあんまり想定してない選び方だとは思うんですよね。3年とかだったら全然 OK だと思います。多分この方きっと90切ったり80切ったら記念に買い替えちゃう可能性はあると思うんですけどでもまあ長く使うって3年から5年前後は見るんじゃないですか。もうね、全然いけます、うん、全然これでいけちゃいます。あの G425 はやっぱり結果重視気味のヘッドなので、うん、やっぱりあの90切ったぐらいで多分こう自分のやりたいことがこうなんて言うんでしょう、クラブの補正によってできないとかっていう感じも多分出てくると思うんですよね、うん、だその辺で逆にあの自分がもうちょっと使いやすいものっていうのを一回探した方がいいタイミングにはなると思います。もしかしたらね、今、まあ、今 I210 ですけど、それの将来後継的なものが欲しくなるかもしれないし、いやこの G425 の大きいヘッドの、ね、良さをこうずっと感じてるかもしれないし、分かんないですけど、うん、ただどっち使ったとしてもドライバーはもしこれで G425 にしてても全然違和感はきっとないだろうし、うん、はい、あのその意味では長くは使えると、うん、はい、思いますね。逆にこう毎年毎年新しいモデルが出るメーカーのを買ってしまうと、きっと新しいのが欲しくなっていくと思うんですよ。私たちのようにこう、あ、はい、こんなの出るのじゃあ買おうかなってなってしまうんですけど、あの長く使うっていう意味において言うと、まあ、このピンとかはこうずっとキープコンセプトで、いかにプレイヤーがこう優しくゴルフ場でいいプレーができるかってことを追求しているメーカーさんだし、うん、はい、前作を超えなきゃ新しいのなさないっていうタイプ の、うん、あの結構安定的なメーカーさんだと思うので、はい、まあ、アイアンもしピンにされたんだったらその上はピンで揃えるっていうのは、パターもピンアーサー、もしかしたら、ね、パターがピンだからなんかピンにこうイメージがあったとかっていう可能性もなきにしもあらず、ご自身であのおっしゃってますけど、その軽いクラブではなくて自分でちゃんとある程度重量のあるものを選んだ方がやっぱりあのフルスイングした時にミート率もいいですし、あのこう軽いものと重いものがバッグの中に混在すると
どっちかが調子よくてどっちかが調子悪くなったり、うんうん、やっぱりこうバラ調子を保つって難しくなりますから、そこの流れはやっぱりしっかり考えた上で、クラブ重量シャフト重量で、モデルを選んだ方がいいと思いますね、うんうん、ゴルフ始めて、まあ、この方みたいに、まあ、半年じゃないですか、はい、したら、まあ、ドライバーあってフェアウェイウッド1本5番ウッドとか1本あって、うん、でユーティリティも二十何度かぐらいのが1本あってアイアンセットあってってあれば、うんうん、もうしばらくそれでちょっと続けてみてほしいんですよね、うん、そうですね、こういう動画見るとやっぱあっちの方がいいんじゃないかとかやっぱこれの方がいいんじゃないかとか次々買い替えたくなるんですけど、我々が言ってしまうと身も蓋もないしないでもないんですけどゴルフ始めてすぐでしょ、でこれからどんどんスイングも作っていく、もう本当に成長過程にあるわけじゃないですか、うん、でその場合ってある程度半年ぐらいは最低でもよく練習する人でも、うん、まあ、そんなに変えずにはいてほしいんですよね、うん、なんで人揃えしたら、まあ、ちょっとそれ使ってみるっていうのを試してみてほしいです、うん、はい、すいません僕の両親がという感じで、はい、今回は質問に答えていきました、まあ、初心者の方なんですけどこういう質問結構やっぱり来てるみたいなんで、うん、ぜひ初心者でクラブ選びどんなクラブ選べばいいか悩んでる方もそうですね、まあ、こういうのが参考に気をつけるポイントとか、はいはい、なればと思います、はいはい、皆さんからのクラブセッティングの質問にお答えしますの回でした。また引き続きやっていきますので、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。